国立小樽海上技術学校は北海道小樽市桜にある独立行政法人会議教育機構の学校。中学卒業者を対象に船員の育成を目的としている。球場の小樽海員学校と呼ばれることも多い。校内では海校とも言われる。内向海運を担う船員を育成することを目的とする4つの海上技術学校のうち最古のものである。 海上技術学校は他に、国立立山海上技術学校、国立唐津海上技術学校、国立口の津海上技術学校がある。中学卒業者を対象にした、修行年数3年の教育課程を持ち、卒業すると、文部科学大臣より高等学校卒業と同等の資格が与えられる。また、卒業後には4級会議士の乗船履歴短縮と、 筆記試験が免除される。平成26年に制定された。現在は短大化に伴い生徒募集を停止している。中学卒業者を対象に行われる。一般の高校入試との際として、指定病院での身体検査合格や日本国籍の保有が求められる。定員の40%が推薦入試で入学する。例年1月上旬により一般入試と同時に、 願書受付を開始し、1月下旬に試験を行う。試験値は、本校のみである。試験内容は、基礎学力検査、小論文、面接である。自己推薦入試、編集平成26年度入試より、自己推薦入試制度が設けられた。推薦入試の試験内容に加えて、死亡理由書の提出を求められる。定員の約60%が、 一般入試で入学する。例年1月上旬により、願書受付を開始し2月上旬に試験が行われる。試験内容は午前中に、国語、数学、英語の筆記試験と午後から面接が行われる。試験地は、小樽。遠隔地からの入学希望者もいるため、各地で行われる。教室、職員室などがある本館と体育館を挟んで、北側に生徒寮がある。 また、本館の東側に実習を行うための技業旨がある。生徒寮と体育館規則上、全寮制であるが校長が認めた場合に限り、通学も認められている。全校生徒の約20%が通学生である。設備上の問題から女子の入寮は認められていない。寮館は日替わりで教員が行っている。また、就行体で終盤生徒が置かれ、 風呂のお湯張りや、新聞の配達、校内放送などの両内雑務を行う。年間1学期中は3年生1名、2年生1名の2名が行い、2学期からは2年生1名、1年生1名の配置に変わる。朝、夜2回人員転校が行われる。ありがとうございます。